はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ロシア国防省の建物で小規模火災、原因調査中。モスクワ中心部にあるロシア国防省の建物で5日夜、小規模な火災が発生し、すぐに消し止められた。ロシアの各通信社が報じた。国営メディアがソーシャルメディアで公開した映像では、国防省本部から濃い煙が細く立ち上っているのが確認できる。インタファクス通信によると、同省は19時30分、日本時間6日午前1時30分頃、モスクワの国防省管理棟の一つで、勤務員が敷地内の煙を確認した。消防署と非常事態省が現場に駆けつけたと説明している。タス通信は救急隊の話として、火災は60平方メートルの面積に及んだと伝えた。国防省は火災の原因を調べている。このように報道されております。ロシア国内においては、3月16日にウクライナ国境近くのロシア南部の都市ロストフナドヌーのロシア連邦保安庁 FSB の建物で火災が発生した件について、3月20日反プーチン政権派パルチザン組織ブラックブリッジが自らの犯行だと主張していると報道されております。3月23日にはトーポリ M 大陸間弾道核ミサイル発射装置用のエンジンを含むロシア軍に属する機器用のエンジンと変速装置の最大の製造業者の一つと言われるヤロスラブリモーター工場の火災ということも報道されております。そして4月2日、ロシア西部サンクトペテルブルクのカフェでの爆発事件、この件につきましては反プーチン政権派の組織国民共和国軍が4日犯行声明を出したと報道されております。今回報道されておりますロシア国防省の建物での小規模火災の原因は、今後の報道を冷静に見極めていくということが重要だと思います。ただロシア国内では他にもロシア国内各所における原因不明の火災なども報道されております。ですので、今回のロシア国防省の建物での小規模火災の原因というものは、反プーチン政権派組織による可能性であったりですとか、ロシア国防省内部でプーチン政権に不満を持つ勢力などによる可能性ということも排除できないように見えると思います。元 CIA 幹部、プーチン大統領、ロシア軍クーデターで追い出される可能性がある。ウクライナ戦争でのロシア軍死傷者急増を受け、ロシア軍でクーデターが発生する可能性があるとアメリカ中央情報局 CIA の元幹部が主張した。3日、現地時間付のアメリカ経済専門メディアビジネスインサイダーによると、かつて CIA でスパイ対策担当部長だったジェームス・オルソン氏はイギリス紙ザ・サンとの単独インタビューで、ロシアのプーチン大統領は現状全くうまくできていない、ウクライナ戦争は全く勝算がない状況にあるとの見方を示した。ウクライナ戦争の惨状に嫌悪感を抱く軍の反対派が反乱を起こし、プーチン大統領を追放する可能性があるとの見方だ。このように報道されております。いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、この件につきましては今後の報道を冷静に見極めていくということが重要だと思います。他方、ウクライナ軍によります大規模な攻勢が今後行われる可能性が指摘報道される中、ウクライナ軍がいつどの方面にそうした大規模な攻勢を行うのかが注目されております。こうした中、次のような報道があります。ウクライナ軍の大反攻、口火切るのはクリミア大橋の破壊か。2023年2月下旬、ウクライナに対してロシア軍の総攻撃が再びあると予想された。その総攻撃はロシア軍総参謀長が指揮を任されたこともあり、かなり大規模なものになるとの予想が多かった。だが3月の末までの地上戦を見た限りでは、総攻撃には程遠く、バフムトなど東部の拠点を占拠しようとした犠牲を顧みない歩兵主体の攻撃であった。ロシア地上軍は兵員の損害が多く、攻撃省力がなくなり限界を迎えつつある。そして残存兵力は逐次防御に転移している模様だ。つまりロシア軍は攻撃できないレベルまで落ちてしまったのだ。これからの防御もウクライナ軍の強大な反撃を受ければ打ち破られ、その組織は瓦解すると予想されるようになった。今後の戦闘の注目点は、ウクライナ軍がロシア軍の最大の弱点を増幅すること、つまり重要拠点に損耗を加え、その後反撃をいつどのように行うかだ。前線から遠く離れたロシア軍の重要施設、防空ミサイル、兵站施設、指揮所を破壊するためには、やはり高性能の戦闘機等が必要だ。重要施設や軍事基地、例えばクリミア大橋まではザポリージャ州から約280キロ、ヘルソン州からは約350キロ離れている。
このためウクライナ軍には戦闘機が必要になる。それも長距離の対地攻撃能力を有する必要がある。クリミア奪還のためにまず必要なこと、ウクライナ軍がクリミア半島を奪還するために達成しなければならないことは、クリミア大橋とクリミアの海空軍基地を破壊することだ。このような重要施設の無効化はどのようにすればできるのか。まず高性能の戦闘機等は必要だ。戦闘機が目標に接近し対地攻撃ミサイルを発射できるように、例えばウクライナのミグ29戦闘機をアメリカ軍供与のミサイル射程150キロを発射できるように改良しておくことだ。ウクライナ軍戦闘機等が装備するミサイルの射程に入るためには、ロシア軍の長射程防空兵器を無効化しなければならない。クリミア大橋破壊が分水嶺に。クリミア半島を防衛する場合、クリミア大橋が存在するか、あるいは遮断されるかでは大きな差がある。橋が遮断され、ウクライナ軍がヘルソン州やザポリージャ州への大規模攻勢を行い、クリミア半島の付け根まで進軍してしまえば、ロシア軍はロシア領内への退却経路がなくなり、さらに兵員や戦車などの兵器の増援、兵站支援が得られなくなり、完全に孤立状態になる。そうなると退却や兵站支援には船舶を使わざるを得ない。船舶輸送では量と数量、特に戦車などの重量物の輸送に限界がある。このような理由で防御は極めて困難になるのだ。クリミア大橋が遮断されれば、戦いに慣れていない予備役兵たちではクリミア半島を死守することはできないだろう。ロシア地上軍の精強な兵士たちは侵攻が始まってからこれまでの戦闘で大きな損害を出してしまっている。ということはクリミア半島の防御は早急に崩壊することになる。ウクライナ軍がクリミア大橋を無効化することはクリミア半島奪還の成否を決める重要な作戦である。クリミア大橋への航空攻撃シナリオ 1F16 か改良型ミグ29の2機で直接攻撃することになる。また無人機を飛行させてロシア軍の防空レーダーを作動させ、無人機攻撃を行い防空ミサイル部隊の注目を引きつけるという方法もある。 2. 黒海側から超低空で飛行しクリミア大橋を攻撃できるミサイルの射程まで接近して攻撃ミサイルを発射する。この作戦はウクライナでの戦争の最大の山場になる。このような指摘分析が報道されております。この指摘分析の中で重要なことは、クリミア大橋の機能を停止させるにはウクライナ軍には2つの軍事的な能力が必要であるということになります。1点目は改良型のミグ29、2つ目はロシア軍の防空レーダーを作動させる無人機による威力偵察または攻撃、この2つであると考えられます。そしてこの2つとも現状ウクライナ軍には揃っている、または揃い始めている可能性があるように見えます。まず改良型ミグ29に関しましては、以前もご紹介しましたが次のように報道されております。2月27日の報道、イギリスから供与される可能性が指摘されている長距離巡航ミサイルストームシャドウ、射程250キロ、高い命中精度ステレス性能をウクライナ軍が保有する旧ソ連製戦闘機111機、ミグ29戦闘機スホイ24爆撃機などに搭載できるように改修作業を進めていると指摘されております。イギリスはすでにエンジニアをウクライナに派遣して改修作業を進めているとされます。またさらにストームシャドウを搭載できるように改修済みの旧ソ連製戦闘機ミグ戦闘機をポーランドが61機、スロバキアが11機、ウクライナへ供与する用意があると表明しています。このことからウクライナ軍は射程 250km の巡航ミサイルを積んだ旧ソ連製戦闘機を183機、比較的早期に準備できる見込みがあるとされます。このことはウクライナ軍にとって戦闘機訓練の必要もなく、長距離射程兵器を手に入れることもでき、同時に F-16 のような高性能戦闘機不足を解決する一挙三得の案と言われております。 1. これら戦闘機は旧ソ連製戦闘機で、ウクライナ軍も運用してきたまたは運用していることから訓練など必要なく、そのままウクライナ軍兵士が操縦できます。 2. 旧ソ連製戦闘機を改修し射程 250km のストームシャドウを搭載することで、それら戦闘機でクリミア半島近くまで行って発射すればクリミア半島全域を射程圏内に収めることが可能になる。このことはウクライナにおける戦況を大きく変えるゲームチェンジャーになる可能性が指摘されております。このように報道されておりました。そしてこうした中、ポーランドが複数のミグ29をウクライナに供与しているとの報道がされました。ポーランド、複数のミグ29をウクライナに供与。ポーランドがすでにウクライナに対して
複数の旧ソ連製の戦闘機ミグ29を供与していることが分かった。ポーランド大統領の外交分野の顧問が3日地元ラジオ局の取材で明らかにした。ウクライナは長い間各国に戦闘機の供与を求めている。これまでのところポーランドとスロバキアがこの要請に応えて戦闘機を供与している。同じく NATO 加盟国のスロバキアも13機のミグ29をウクライナに供与すると発表。このうち10機は直ちに運用可能で、残る3機はスペアパーツとしての利用を想定していると説明していた。このように報道されております。この報道はポーランドがストームシャドウを搭載できるように回収済みの複数のミグ29をウクライナに供与した可能性を示唆しているように見えると思います。だとしますと、ウクライナ軍は射程約 250km の巡航ミサイルを積んだ複数のミグ29を4月から夏までの間に行われる可能性が指摘、報道されている領土奪還作戦までに使用できるようになる可能性は出てきているように見えると思います。またウクライナ軍が射程約 250km の巡航ミサイルを積んだ複数のミグ29でクリミア半島近くまで行って発射しますと、クリミア半島全域を射程圏内に収めることが可能になると見られることから、クリミア大橋を遮断、無効化できる可能性が出てくると思います。さらにウクライナ軍の改良型ミグ29がクリミア半島近くまで飛行していくという状況が現実化しますと、クリミア半島のセバストポリを拠点としているロシア黒海艦隊は後退せざるを得ない情勢と直面する可能性も考えられると思います。そして2点目のウクライナ軍によりますクリミアのロシア軍の防空レーダーを作動させる無人機による威力偵察または攻撃もすでに行われている可能性があるように見えます。これも以前ご紹介しましたが、次のような報道がされておりました。ウクライナ、クリミアでロシア軍のミサイルを破壊と発表。クリミア北部でロシア軍巡航ミサイル破壊、列車で輸送中。ウクライナ国防省情報総局は3月20日ロシアが2014年に一方的に併合した南部クリミア北部ジャンコイでロシア軍の巡航ミサイルカリブルが破壊されたと発表した。列車で輸送中だったという。ウクライナ軍は関与を認めていないが、ウクライナ軍による攻撃との指摘も出ている。ウクライナ当局はこの攻撃でロシアの非武装化とクリミア半島の奪還がさらに近づいたと述べた。ロシアがクリミアの首長に任命したアクショーノフ氏は攻撃を受けてジャンコイの防空システムが稼働したことを認め、建物に塔が損壊したと述べた。ロシアトゥデイとタス通信は3月21日夜中にジャンコイ都心部上空に正体不明の無人飛行機ドローンが出現し防空網が作動したと現地行政当局の発表を引用して報道した。市民が撮影した映像には大規模な爆発で火の手が上がる様子が映っている。ジャンコイにはロシアがクリミア半島に置く重要な軍用飛行場の一つがある。同市はまたウクライナ南部に展開するロシア軍部隊への鉄道道路の補給拠点として重要な役割を果たしている。このように報道されておりました。つまりまとめてまいりますと、1点目、ポーランドがすでにウクライナに対して複数のミグ29を供与していることが分かったことが報道されておりまして、これらミグ29はイギリスから供与される可能性が指摘されている長距離巡航ミサイルストームシャドウ、射程約 250km を搭載できるように回収済みのミグ29である可能性があると思われること。2点目、ウクライナ軍によりますクリミアのロシア軍の防空レーダーを作動させる無人機の威力偵察攻撃などもすでに行われている可能性があるように見えること。これら2点を見てまいりますと、ウクライナ軍がクリミア大橋の機能を無効化できる航空能力を持っている可能性、または近いうちに持つ可能性はあるように見えます。ウクライナ軍によりますウクライナ南部奪還作戦というものはクリミア大橋の機能の無効化から始まる可能性も排除できないように見えると思います。さらにこうした中、ロシアバルチック艦隊はフィンランドの NATO 加盟によりまして難しい情勢と直面しているように見えます。フィンランドが4日、北大西洋条約機構 NATO の31番目の加盟国になった。ブリュッセルの NATO 本部前で行われた式典でフィンランドの国旗が掲げられた。 NATO に加盟したフィンランドの軍は対ロシアで頼りになる。ロシアのウクライナ侵攻で中立の立場を捨てたフィンランド、その近代的装備とよく訓練された兵士は対ロシア防衛に大きく貢献するはずだ。フィンランドの NATO 加盟により
1344キロの国境を接する隣国ロシアの侵略を防ぐことを主たる使命と自認する近代的な軍隊が NATO に加わることになった。フィンランドの年間軍事予算は約60億ドルで、約2万3000人の常備軍を抱える。国民開兵制を採用しているため、戦時にはそれを約28万人にまで拡大することができ、定期的に訓練を行う90万人の予備役もいる。ロシアとの戦いに備えて、フィンランドはすでに GDP の 2% 強を国防費に充てており、NATO が加盟国に設定した GDP 比 2% の目標は2014年に達成している。もっとも、ロシアとの緊張が高まる中、この目標は間もなく上方修正される可能性もあるが、フィンランドの総合的な軍事能力はかなり高い。さらに NATO 加盟によって同盟軍の駐留も受け入れるようになれば、NATO 全体の防衛力が向上すると、フィンランド国際問題研究所の上級研究員マッティ・ペス氏は本誌に語った。フィンランドは主力級戦車約239台を保有しており、そのうち179台が使用可能な状態とみられる。同軍が保有する数千台の装甲車の中には、スウェーデン製の CV90 歩兵戦闘車 IFV が100台以上ある。これも世界で最も強力な IFV の一つとされている。空と海の備えは十分。フィンランド空軍の FA18 は2026年から64機のアメリカ製第5世代戦闘機 F35 に置き換えていく予定。近代化が進むフィンランド空軍は、特に北欧諸国の空軍と組み合わせれば、北部における強力な複合戦力となるとペス氏は言う。フィンランドのバルト海側は4442キロに及ぶ海岸線だ。フィンランドの加盟とスウェーデンの加盟申請により、バルト海は NATO の湖とみなされるようになった。フィンランドの海軍は世界で12番目の規模を誇り、艦隊にはミサイル艇8隻と掃海艇10隻が含まれている。フィンランドの海軍について、国境付近と軍島にかなり重点を置いているとペス氏は語った。それでもバルト海北部の備えは十分に整っている。このように報道されております。フィンランドが NATO に加盟したことで、フィンランドと NATO 加盟国のポーランド、エストニア、ラトビア、リトアニアが面するバルト海沿岸は、サンクトペテルブルクなどフィンランド湾に面するロシア北西部のわずかな海岸と飛び地カリーニングラード州を除き、 NATO 加盟国で占められることになります。バルト海はロシアと大西洋を結ぶシーレーン、海上交通路で NATO とロシアの双方が軍事的関心を寄せる。ここが NATO 化すれば、ロシア海軍や空軍の行動は著しく制限される。このように報道されております。そして現状、スウェーデンは NATO に加盟しておりませんが、昨年次のような報道がされておりました。イギリスは2022年5月11日、スウェーデン、フィンランドの両国と安全保障協定に合意した。いずれかの国が攻撃を受けた場合、支援を行うという内容。このように報道されておりました。イギリスは NATO 加盟国であります。つまりスウェーデンが何らかの攻撃を受けた場合には、 NATO 加盟国であるイギリスが動き、さらには今回 NATO に加盟したフィンランドも動く可能性があるということだと思います。このことから、スウェーデンは間接的に NATO と非常に近い、または間接的に NATO の安全保障の枠組みに入っているようにすら見えると思います。つまりすでにバルト海は NATO 化が進んでおり、そのことでロシア・バルチック艦隊やロシア空軍の行動は著しく制限される可能性が高まっている、またはすでに制限されている可能性があるように見えると思います。ロシア・プーチン政権はウクライナ情勢をめぐり、バルト海でのロシア海軍の影響力低下の可能性、クリミア情勢に伴うロシア黒海艦隊の情勢など、ロシア海軍をめぐる新たな情勢に直面しているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。